公共曲第2番変路町長作品19はカロルシマノフスキが1909年に作曲した作品。同年秋から1910年の暮れにかけて楽器配置が実施された。シマノフスキの4つある公共曲の中では演奏時間が最も長い。対法的な楽奏の展開や緻密な動機労作、半音外技法において、 マックス・レイガーを丹念に研究した成果が認められる。一方で、重厚で華麗な還元楽法と濃厚な表情付けに、リヒャルト・シュトラウスから、独創バイオリンに、感能的な旋律を歌わせる傾向に、アレクサンドル・スクラービンからの影響が見出される。一方で、息の長い、艶やかな旋律に、シマノフスキ独自の個性が発揮されている。ソナタ形式の第一楽章。 変奏曲形式による第二楽章、風画様式による修楽章から構成されている。なお、第二楽章と第三楽章が連続して演奏されること、両楽章で処理される楽章が共通していることから、アレグロの前半楽章と変奏曲と風画による後半楽章に分けることも可能である。そのように見るなら、自身のピアノソナタ第2番と、 全く共通の楽章構成である。楽曲構成のおそらく模範としては、ベートーベンのピアノソナタ第31番変異調調作品110やピアノソナタ第32番破綻調作品111を挙げることができよう。初演の後で出版に向けて最初の改定が行われた。1927年に第一楽章を開作した後、 1930年から1932年に作品全体を改訂し、1934年から没年の1936年にかけてグジェゴ・シュフィテルベルクの補佐を得て楽器配置を改めた。1911年に若きポーランドの名優グジェゴ・シュフィテルベルクの指揮によって上演された。1912年にウィーンのウニベルザール出版社と契約した後、 ベルリンやウィーン、ライプツヒでも上演されて成功を収めている。約35分とされるが、実際の演奏時間は次のように、指揮者の解釈の相違によってかなりの開きが見られる。作品の濃密な叙情性を強調する解釈に立つと遅くなる傾向が、一方で作品の立体的な構築性を強調する解釈に立つと早くなる傾向が見られる。 ソナタアレグロの第一楽章、大掛かりに展開される変奏曲形式の第二楽章、複数の主題を持つ風画による修学章の順に三つの楽章から構成される。すべての楽章において、速度や表情の指定が頻繁に変えられていることが特徴的である。アレグロモデラート、グラチオッソ、メノモッソ、ピュモッソ、メノモッソビバーチェ、ポコメノ、 ピューモッソ、コンパシオーネ、ポコメノモッソテーマ、レント、バリエーション1、リステッソテンポ、バリエーション2、リステッソテンポ、バリエーション3、スキルツ&、モルトビバーチェ、バリエーション4、テンポディガボット、バリエーション5、テンポディミュエット、フィナーレイントロードよね、バリエーション6、ビバーチェ、イーカプリチオーソフィナーレ、アレグロモデラート、モルトエナージコレントテンポアイ。ありがとうございます。